ンくん。これからはこの友枝町にずっといられる。いっぱい話したいことがあるの。あったら言おうと思ったこといっぱい。俺もだ。教えてね、全部。あ、私、木之本さくら、友枝中学校の1年生になりました。今日は超絶かわいいさくらちゃんが撮れましたわ。昨日、夢を見たんです。心配になって本を開けたらカードが全部透明になっとった。誰なの？あなたは。誰かが無関係とは思えないけど、これただの風やない。この鍵もしかして。新たな出会い、新たな出来事、新たな思いが全てを変えていく。さくら、主なき者よ。夢の杖のもと我の力となれ。関谷、大丈夫。カードが揃ったとき、それは終わりへの始まり。カードキャプターさくらクリアカード編 NHKBS プレミアム、1月7日午前7時30分スタート。